本日もご視聴いただきありがとうございます。ゆっくりコアです。暑い時期は重宝がられます。氷の妖精、ゆっくりキルノです。大変申し訳ありませんが、今回も言い訳動画です。8月はお盆休みもあったので、うつ主の仕事が、この月末に、とんでもねえしわ寄せが来ておりまして。動画制作に使える時間が、ほとんどなくなっております。うつ主は、動画配信で生計を立てている、YouTuber とかではなく、普段は普通に仕事をしてる、物好きなおっさんなので。動画の制作や、更新が不定期になりますが、ご勘弁ください。それでも、なんやかんやと時間を作っては、いろいろと取材を兼ねて、遊びには行っているようですね。先日は、お台場の東京国際クルーズターミナルへ、ドイツ海軍のフリーゲート艦が入港したので、見に行ったようね。相変わらず、ミリミリしてますね。もちろん、道路系の取材も兼ねて、あちこち寄り道してきたみたいよ。道路系も、最近は結構マニアックな部分を紹介することが多いので、以前のような、軽い感じの部分の紹介に戻るのもいいかもね。それに、私たちの出番でもある、ミリタリー系や DIY 系も、相当溜まってるみたいよ。ミリタリーなんて、去年のネタに追いついて、ボツになってしまったのもあるわよ。欲張りにありがちな話ですよね。ということで、今回の言い訳動画は、この辺までとさせていただきます。まだまだ暑い日が続き、残暑厳しい季節が続いておりますが、皆様におかれましても、お体には十分お気をつけください。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。最近、足は捻挫するし、手は怪我するし、踏んだり蹴ったりでーす。